や、あの、別にドラマチックな展開を希望してるわけじゃないんだけど。それじゃあ、久しぶ先生の個人的な秘密を探り出して脅迫し、悔しがる先生を毒牙にかける、甘美なる調教の罠によって、高潔な教師の肉体は貧乏な奴隷の肉体へと開花され、いけないと分かりつつも落ちていく学院教師。悔しい、でも感じちゃう、ビクビクなんて展開をお好みなのかな。いや、まさかそんなことを。たまによく妄想したりする程度ですよ。そりゃ若い男だもの、性欲ぐらいあるよ。